ラヤマキ教会。1938年にエルキフーツネンが設計した。1939年から1940年の冬戦争の期間中に建てられた校舎砲塔。醸造所がこの校舎砲塔の近くにある。ラヤマキはフィンランド南部ヌルミアルビニアル村。首都ヘルシンキの 45km 北に位置し、人口は約7500人である。 ラヤマキは1970年代にクラウカラに抜かれるまではぬるみやるビ最大の村であった。ラヤマキはこの地域で新鮮で澄んだ水が見つかったことから1888年に建てられたアルコール蒸留所が最もよく知られている。この蒸留所はかつてはフィンランドでのアルコールの専売企業であったアルコ社の一部であり、現在はアルティア社の一部となっている。 イルマヨキのコスケンコルバの上流所で上流されたコスケンコルバビーナはラヤマキで希釈と瓶詰めをされている。第二次世界大戦時には工場でラヤマキの字が瓶のキャップに刻まれた約50万本もの火炎瓶が製造された。ラヤマキには初等学校と高等学校がありフィンランドのトップクラスの若いフロアボール選手が 地域に住んでいるため、フロアボールの競技に焦点を当てている。2018年10月11日には、食品雑貨店やレストランなどのサービスがあるビジネスセンター、ラーフでがオープンした。ハンコ、ヒュビンカー線が、ナヤマキを通っており、村の商業の発展へと導いた。ありがとうございます。